て、もう一回戻り方する。はい。発表は、あと、ないっていうか、話としては PBL ですね。プログラムベースドラーニングっていう、あの、あたりで、いろいろ議論させていただきたいなと思ってます。PBL っていうのはもちろんいろいろあるんで、日本も、あの、少なくとも3つぐらいあるんですね。プログラム、プロジェクト、プロセスですね。どっちかにするかっていうのは、まあ、誰もわからないぐらいですね。一応、私だけの好みにすると、やっぱプログラムにしたいんですね。もちろん、プロセスっていうか、人たちがどっかの、あの、何らかの枠に入って一緒になんか仲良くしてなんか一緒にやりましょうというような形じゃなくて、やっぱ気づいてどっかの問題に気づいて自分でやってもらいたいんですね、学生側で。なのでプログラムか少なくともプロジェクトですね。プロジェクトの場合はむしろプログラムを私から与えて、じゃあそれをやってくださいというような命令的な流れになっちゃうんで、それちょっと残念なことなんだけどね。で、その中で PBL っていうのがもちろん仕組みではあるんですけれども、仕組みじゃなくてちゃんとツールですね。あの枠とかの形にしますとスクラムっていうのがあります。スクラムに一応限らないんだけど、スクラムが非常にあの日本ベースなので非常に有名だし、あの日本の中で結構広がってきてる、まあ世界中にも広がってる、日本は結構広がってるっていう感じになった。でスクラムにしますと、あの結構私も知らなかったです。実はソフトウェア、もともと出身というのがソフトウェア開発とかその辺でいろいろ経験を持ってるんで、ソフトウェア開発だと結構スクラム使ってるんですね。それを使っているのに、ちゃんと1986年にできたものかっていうのは全く無知でした。で調べてみたら、ハーワードビジネスレビューで1986年で載った論文をベースにした仕組みと思って、その時に言葉としてスクラムという言葉が初めて使われていました。で聴者が2人とも日本で、結構雰囲気が多分伝わりにくいかと思うんだけど、日本もその時には伝わるかもしれない。逆に私日本にいなかったんで、雰囲気を伝えようと思うと結構盛り上がってきて、技術的とかアイデア的に結構盛り上がっているような時代でしたよね。海外から見るとやっぱそのスクラムということ以外になんかジットですね、ジャストインタイムとかそういうような仕組みが結構世界中に広がってきているというような段階になっています。一応それがその一つなんですね。どういうアイデアだったかというと、もうそれもびっくりするほどなんですね。こう今の企業がもう実は半分ぐらい以上の企業がこういうところで今でもいるんで、だからその時代もすでに重なってきて、複数のグループが同じ目標を目指して同時に走ってるっていうような仕組みを使いましょうっていうアイデアがすでに論文ですね、1986年の論文にすでに載ってるわけですね。なので事例としてあそこに一応載ってる通り、富士ゼロクスですね。富士ゼロクスが結構有名な話、コデックバーセス富士ですね。富士ゼロクス、コデックはもう死んじゃったんで、ゼロクスがちゃんと生き延びたっていうような有名なストーリーがあるんで、一応その通りで、ゼロズがそういう仕組みを使っているからこそ生き延びたんじゃないかという話があります。一応特徴としてやっぱりそういう仕組みがメインなんですね。複数のチームが同じゴールに目標を目指して走っている、同時に走っているという感じです。だからもちろん結構進歩もしているわけなので、現時代にするとやっぱりそれがだいだい古くなってきて、代わりに何ができているかというと、Beyond Type C があるんですね。今の時代にすると、まあ、グラフですね、結構。グラフが多い。というのが、チームが同じ頃にこう、ストレートラインだけですね、一次元で走ってるんじゃなくて、多次元ですね。複数の特徴とか複数の、メトリックを持って、グラフ的な形で繋がってる。なんか結構複雑な関連性を持ってるっていうような感じが結構多いんですね。最近スタートアップのグラフっていうようなキーワードもあるんで、そういうような雰囲気が最近普通になってる。なのでもう次世代にもなってます、今の時代が。あと言葉そのものがどこから来てるかというと、ラグビーですね。実はスクラムっていう言葉そのものにすると、結構悪いニュアンスがあるんですね。こう喧嘩みたいなニュアンスなんですね。人がなんかグループの中でちょっとこう喧嘩する。少しなんか殴ったりとかするような。雰囲気があるんで、だから仕組み的な絡みから見ると、動きというか何を伝えているか、言葉は何を伝えているかというと、こう人がグループに、ラグビーですよね、ラグビーグループになってこう一緒に動くっていうのがメインなんですね、言葉そのものとして。なので
あともう一つびっくりするほどの、あのニュアンスとしてこういう形なんですね。こっち側はその後また向きを変えちゃってこっちの向きにするっていうのがあるんで、それなんであの面白いかというと、バンダウンチャットっていう話がその後出るんで非常に似てる。バンダウンも結構重なってあの出てきてその後もう一回沈むっていうような形をよくしています。なので非常にもう自然の中であるものを真似しながらやってる感じにはなってます。で、残念ながら、あの、ビジネスレビューに載った論文を読むと、ソフトウェアの話全く出ないんです。ソフトウェアじゃなくて、一般的なプロダクトに向けて、その開発をあの考えてるわけですね、あの論文が。だから残念ながら全く引っ張ってくれなかったんです。もちろん、富士ゼロックスぐらいは引っ張ってくれたかもしれない。一般的な企業が全く引っ張ってくれなくて、代わりにソフトウェアが、あの、それで盛り上がってきたわけなんですね。で、2000年あたりに、その前に結構10年ぐらい、いろいろ盛り上がってはいたんだけど、結構2000年までに固まったんですね。何が固まったかというと、スクラムっていうのがソフトウェア的な仕組みだよというような思いが結構固まってきたわけなんですね。私もその辺であのスクラムと初めて出会ったわけなんですね。だから残念ながらちょっと面白い話なんだけど、ソフトウェアスクラムにすると P って何？プロブレム、プロセス、プロジェクトどっちにしても P があんまないんじゃないかっていう、ソフトウェアっていうのもちゃんと何作るのか初めてもうあらかじめ分かってるんで、分かった上で作ることだけなので、プログラムそのものないんです、ソフトウェア的に、はい、一応下で何が載ってるかっていうと、普通 の人たちソフトウェアを書きながらその差分です。ソフトウェア的なあの一つのファイルごとに差分がいつどれほどの差分あるかっていうのを載せてるだけで、あんま面白くないんです。正直にするとイノベーションっていうのは全くない形なんですね。で、一応3年は残念なんだけど、最近再び戻ってきている。あの、スクラムの仕組みそのものだし、あと PBL っていうのはやっぱ一般的なプロダクトに向いてるんじゃないかっていう話が最近で、あの、再び出てるわけですね。これがハードウェア的、この論文になるんだけど、ハードウェア開発にスクラムを使いましょうという意見を中心にした論文になってます。もう最近考えてるだけじゃなくて、もうすでに使ってるわけです。スクラム的にハードウェアとか何でも、ヘビーインダストリーとかでもいいんで、そういうようなプロダクトを開発するのにスクラム的な仕組みを使っている。もう大体あのハーバードビジネスレビューの論文 のアイディアですね、意図が今の時代なんですね。20年ぐらい、25年以上あの経ったところであの実現されているわけです。で、ちょっと理論に落とすと、どういうのがあるかっていうのは一応2つか4つぐらいあります。理論、このスクラムとつながっているのですね。まず何があるかというと、まあ単純にすごい単純に言うと分解したいんです。やりたいことが結構大きすぎて、大きすぎるし、あと問題としては結構コンプレックスですね。複雑性が結構高いんです。最近のものにすると。複雑なものを分解することで、もうちょっと滑らかに解決できるんじゃないかという考えなんですね。単純に言うと。それ一番単純な言い方です。間違えてるかもしれない。一応単純にするとそういうことなんですね。その極端、反対側の極端にすると、やっぱ自分だけでできるよっていうのが反対側の極端です。私も実はその一人なんですよ。チームとか、まあ、研究室に今、大学院生とか、学部生とか入ってるんで、それに任せるより自分でやり、早くできるんですよ、自分は。そういう考え方もあるんですね。なので、この二つの極端なんですね。完全に分解して、ただ、もう、やるだけっていうことか、もう全く任せないで自分だけでやるっていう。のが極端があって、スクラムがその間なんですね。その間どっかに入ってくる。で、ソフトウェアを比べると、ソフトウェアがここら辺ですね、多分。どういう変化というと、コンプレックスが非常に低い。ソフトウェアで何をやるかっていうのは、非常に固く具体的に決まってるわけです。決まってるので悩む必要が全くないです。コンプレックスなもの全くなくて、ただやるだけです、本当に。やるだけなので、プロバビリティオフサクセスが非常に高いんです。もうアイゴールに向けてやっていれば。成功することで決まってる。だから一般的なプロダクトっていうことにすると、結構コンプレックスが複雑で、一応今この論文がその通りで、何でもかんでものプロダクトを開発しようと思ったら結構悩む。部品が多くて、あとクロス分野の部品が多くて、何をどういうふうにつなげれば成功するプロダクトになるかっていうのは結構悩むことが非常に多いです。なので、単純な比較になるんだけど、ソフトウェアはこっち、プロダクトはこっち側の極端になります。で、複雑なんだけど、ちゃんとゴールをすごい単純に表すと、
まあ、私の発言ですね。私の個人的発言にしますと、イノベーションイコール 90% ハードワーク、プラス 10% イノベーションがあって、イマジネーションですね。なので、理想だけとか、想像だけでいくんじゃなくて、10% だけなんですね、想像が。想像力は 10% だけで、その後ハードワークをかければ、だいたい 90% ぐらいできるんじゃないかということを学生に向けて説明しています。で、あともう一つ向いていない技術として、ビネバレンチディクテーターという概念があります。それはあんま知られてない概念なんですね。で、ソフトウェアのやってるのよく知ってるんで、何を知ってるかというと、Firefox の UI ですね。結構アーティスティックですね。こう見た目のいいもの、見やすいものとこう作ろうと思えば、やっぱスクラム的な作り方、分解して いろんな人たちに任せるっていうことより、やっぱ自分だけでやった方がいいっていうのが逆に再び出てくるわけですね。なので、Firefox とかもそうだし、あと、Apple ですね。大手会社が、そういうビネバレンジディクテーターのような仕組みを使っています。結構言葉が面白いんだけど、言いたいのが、一人だけの判断で動くっていうのを言いたいわけなんですね。で、そこでなんで持ってきたかというと、PBL に全く向いていない。PBL かつ Scrum を使って、プロダクト開発しようと思えば、そういうような UI 的とか、アート、ビューティー、イマジネーションとか、そういうようなプロダクトでしたら、もうスクラムに向いてないから、スクラム使わないでくださいということを言いたいだけですね。あともう一つ結構面白い理論として、ウィズドム・オフ・クラウズですね。で、何を言いたいかというと、例えばチームがあって、チームの、例えば10人のメンバーいる。で、ウィズドム・オフ・クラウズという現象が、この10人のそれぞれの一人一人のスキルを合わせて、その全体の輪より、輪を、まあ、超えるんじゃないかという話なんですね。何を言ってるかというと、グループワークに、このスキルを合わせて輪を取るより、それを少し上回るような働きがあるんじゃないかというアイディアなんですね。ウィズドム・オブ・クラウズっていうのは。それ実はその通りなんです。議論だけじゃなくて、ちゃんとエンピリカル提起ですね。ちゃんとプラクティスの中で、それがすでに認められて、っていうか何回も実験で、明確になったわけですね。存在しているものとして。なので、それも一応一つのチームというかスクラム的に開発したいっていうのがその通りというか、それがあるから、チーム、やっぱりチームに任せたいっていう動きがあります。はい。一応、これが理論でして、理論じゃなくてちゃんと具体的に何をやってるかっていうのを説明しようと思えば、そういうのがあります。それはスクラムです。もうしっかりスクラムです。スクラムに入って、まず役割ですね。シェアホルダーっていうのが、まあ、社長とかですね、みたいなもの。あと、お金くれる人。があって、基本的に開発外ですね。外になって、プロダクト、逆にプロダクトオーナー、スクラムマスター、あとメンバーというのは開発をやってる人ですね。そういうのが、チーム、開発チーム内になって、ちゃんと具体的に作業やってる人なんですね。それも一応役割だけで、重要なのが、この4つぐらいですね。バックログっていうのはタスクの、すごい偉い言葉になってるね。タスクの一覧だけです。何やるかっていうのはタスクでちゃんと一覧化するっていうのが大事なんですね。二つ目で、多分トップ、大事なものの中で一番トップ1になっているものとして、見積もりゲームですね。バジェットを決める、ゲームが非常に重要ですね。二つ目でパフォーマンス、やっぱチームでやってるからバラバラになると結構管理しにくくなるんで、パフォーマンス管理するのに、バンダウンチャート使って、すごい簡単なツールなんだけど、そういうツールを使えば結構パフォーマンスの管理できるんじゃないかっていう話ですね。三つ目で、また非常に重要なものとして、プロダクトを開発するときに、ちゃんといつ完成され、こう、完成とみなされる条件っていうような発言というか、発言か、かつ定義みたいな形になってるんで、そういうの非常に大事です。ちゃんと明確なゴールがないと、開発をどれほど頑張っても意味ないっていう話なんですね。一応そういう部品から作られているプロセスなんですね。で、バックログっていうのはもちろん Excel ぐらいで済むわけですね、技術として。普通の Excel か、オンライン Excel でもいいんで、普通にこう、一覧化だけの話なんですね。で、定義として何がタスクになるかっていうのを定義で言いますと、やっぱすごいスペシフィックですね。もう本当に具体的に何をやるかっていうのは、それに限られてるわけですね。あと、アトミック。できればアトミックですね。それより分解できない作業ですね。例えば私が、これからなんか、オンラインで研究、オンラインでなんか、検索したいっていう、そういうような作業でしたら、じゃあ2人で分解して、できるじゃないか。できれば分解、2人で分解しないで、ちゃんと、ああいうタスクだったら、じゃあ1人でやってくださいっていうものですね。そういうのをやっぱタスクにして、もちろん1個じゃなくて、こう、10個ぐらいですね、100個ぐらいのタスクをグループでこう回すっていうような仕組みになってます。
これ非常に大事です。大事に、あの、学生側で見られてないんで、非常に大事なんですね。水漏れゲーム。で、何が大事かというと、ゲーム理論的なアプローチなんですね。で、何でゲーム理論が絡んでくるかというと、例えば、じゃあ、これからインターネットで検索したいっていうのがタスクで出てきます。じゃあ、誰かに任せます。例えば、A さんに任せた状態で、A さん、その時間ですね、この作業にかかる時間が、じゃあ何にするかっていうのを決めたいときに、誰に聞くかっていうのが、こうゲーム理論なんですね。例えば、任せられた人に聞くと、例えば怠けでしたら、じゃあ10日かかりますって言っちゃうかもしれないですね。逆に誰かにリーダーだけに頼むと、リーダーだけの判断で言っちゃうと、また間違いになるかもしれないですね。そこで、Wisdom of Crowds ですね。ちゃんと複数の人の意見を聞いて、水盛りゲームっていうのはちゃんと、あの、カードゲームとかやってるんですね。こう、カードで3、5、7とか上がって、なんでばらつきが出てるかっていうのはちゃんと、こう、あの、議論を通して、あの、合わせてるんですね、意見を。そういうプロセスを通る、あの、プロセスで、あの、見積もりを通すのに結構価値があるっていう、ウィズム的な価値があるっていうことは、あの、具体的に分かった。学生が非常に目遅れてるから、まあ、意味ないなってよく言われるんで、だから、さらに非常に伝えにくいんですね。はい。で、どこまでやってるかというと、まあ、結構、ちゃんと学生にその大事さを伝えるのに、ちゃんと、あのフィボナッチ、バラツキ、ちょっと年貢なのにフィボナッチ数を使っているので、その単位ですね、単位を決めてください。あと、バラツキになったときに何を、じゃあ、どうすれば、そのバラツキを解決するかっていうの、そういうようなとこまで考えさせるんだけど、それでも、あんま乗ってくれないんです、正直言うと。今年の経験でいくと。で、次、パフォーマンス的な管理をした、あの、先ほどのラグビーの話が出てくるんで、あの、すごい簡単なものですね。見積もった時間と、実際にかかった時間をプロットするだけの話ですね。例えば、見積もった10日ぐらい見積もったんだけど、あの、12日ぐらいかかったら、じゃあこう出てきますね。少し出てきたり。あと、気づいて、ちょっと遅れてるよっていうのも少し頑張りましょうっていうのは、まあ、下に逆に回っちゃうかもしれない。そういうような形するのが非常に多いんです。出てきて、その後膨らむ、あの、困るというか、沈むっていうような感じ。今日そういうことで、結構こう1日ぐらいの単位で、自分のパフォーマンスを見ながら、少しチームの中でちょっと怖いなっていうのは、これから危ないなっていうのをちゃんと把握した上で頑張るっていうのを認めています。で、それでも結構問題がたくさん出てきたんで、例えばバックログマグマネージャーで非常に管理がまずい。というか、Excel でやる、何を書くかっていうのは、あと紙で書いてる人が多いんで、経営学部なので、非常に、情報に向いてない学生が多いんで、なので、これから少なくともやっぱ電子っていうか、ちゃんとオンライン的なプラットフォームを使って、なんか標準化とかさせたいっていう気持ちが非常に強いですね。今年は非常に問題になっていたところなんですね。二つ目の水漏れゲームです。あれは非常に学生にも文句言われるぐらいで、なんでそういうことをやらせるかっていうのを文句言われてるんで、意味があるっていう、ちゃんとこのゲーム理論的な意味があるっていうのを伝えるので非常に伝えにくかったのが正直なところなんですね。それは残念だ。実は日本語とか英語どっちにしてもバジェットっていうのが、それちょっと言うのを忘れたんだけど、バジェットっていうのはやっぱ予算、お金でももちろんあるんで、お金以外に時間の予算でもあるんですよね、意味として。それ実は日本語、英語全く同じなんです。こうバジェットって言った時にお金でもある。リソース、一般的なリソースでもバジェットに、予算にもあるんで。なので、もう表現だけでなんか間違えるとこう誤解するっていうのが基本でないはずなんだけど、やっぱ誤解してる人、なんかお金で書くっていうみたいな、なんか10万円かかるって言ってるんで。あと自由字がね、明確な自由字立てなかったチームが、3分の2ぐらいですね。っていうのが、もう本当に目を閉じてなんか開発やってるっていう感じですね。どこに向いてるかと聞いたら、なんかまあとりあえず何が固まっちゃうんじゃないかっていう、形で覚えてる人が多かったんで。あと P ですね。もちろん問題が何が問題になるかっていうのは非常に不明な状態で、そのままで、小型制でやってるんで、2コマずつでかける8、8回ぐらいでやってるんで、それでも一応終わりまでまた P が具体的になってないっていうチームが結構あったっていうことですね。そこをまあ少なくても今年の経験をもとに、来年に向けて少し改善したいっていうのは、やっぱ P のところを改善したいんです。非常に。P に気づいて、P っていうのがもう P から入るっていうようなものになってるんで、P がないと、もちろんスクラムとかにしても全く意味ないんですね。なので、そこら辺何が解決できるかというと、やっぱ問題が、何が問題になるかっていうのは、ある意味で、
あの正式な問題っていうかちゃんと認められる問題としての何があるかっていうのをその定義っていうか自分の頭の中でちゃんと固めながら進むっていうようなあのプロセスを考えています。それで何が大事かというとやっぱあの難しいあのユニークかどうか、もちろんユニークであればであるほどライバルがないしあの比べることも結構あのできなくなってくるので、なんか失敗する可能性が高いんですね。そういうようなことを学生側で考えながら進むっていうのを考えています。あとクロスジブル、まあ、自分のライバルっていうのは自分の分野の中でライバルなくても他の分野でどっかにライバルあるんじゃないかっていうのをちょっと考えてみてくださいということですね。で、少なくともこのプロセスを歩いて最後までこう結構上に行く矢印たくさんあるんで、こうなんで上に行くかというと、途中で諦めた方がもうちょっと悪い問題だよっていうのをあの学生に伝えて、学生というかチームに伝えて少しまあ、戻った方が早いっていうか良くないかっていうのを少し考えてもらいたいなという気持ちなんですね。はい、それでちょっと短いかもしれないけど、それで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、10分ほど残していただいたので、分断にしていきますので、議論で書きたかったです。はい、情報収集の総研の児玉と。PBL でスクラムやってますっていう話ですよね。はい。いくつか事実誤認のところを正します。乳牛、野中さんの乳牛の、乳牛プロダクトなどかっていう中に、スクラムという言葉は一言も出てこないです。ああ、スクラムというキーワードそのもの？はい。でもラグビーゲームだからなかった。ラグビーの言葉で、ボールを前に寄せっていうのが、はい、それだけですね。はい。それ申し上げます。サザランドが乳牛のインスピレーションを得て言ってるですね、はい、と別物、はい、で野中さんたちが書きたかったのはその当時の日本の工業あのインダストリーがいろんなその新製品を作るためにいろんな試みをやってるっていうことの報告ですけど、結局そのあの論文の中にはコンカレントエンジニアリングって言葉は出てこないけど、コンカレントエンジニアリングですってことを紹介してるんです。はい、タイプ C はそこまでフロントローディングのことを言ってて、はいはい、じゃあ日本のインダストリーはそれを引っ張らなかったかというと全然それは当たり前になっちゃって普通にフロントローディングやってます。はい、それはそうですね。まあ、アイドルみたいなことになってるんです、あの人たちが。論文も短かったし、5ページぐらいの論文でしょ、まあ、多分だから、レターですよね。野中さんも悪乗りしてるんですけど、違うって言えばいいよ、次なんか載せられてやってますけど。いや、でも私だけじゃないですよ。ちゃんとスクラム的にやってる、論文とか読むと、やっぱ、あれをスタートにしてます。あの論文からスタートしたっていう。まあ、そういう感じで仕事してるだけで。はい。で大事なのは、まあ、サザランド風のスクラムってもう制度的に確立されてとってもいいし、僕もうちのメンバーではよくやっている、はい、全然抵抗はないですが、学生の PBL でやってなかなかうまくいった例は僕は知らない。いってないです。なんでかっていうと、まあ、僕が見てた例だと途中で脱落していきます。で残ったのはベトナム人の学生だけっていう。日本人はどんどん抜けていっちゃうんですよね。はい、何ですかねこれね。今私の授業を受けてるのが400人ぐらいいて、まあ、東京理科大学結構学生多いんで400人ぐらいいて、その中で2割ぐらい結構やる気を出してプロダクトオーナーとかスクラムマスターとかやる。本当に、っていうか最初からそういうのがもちろん、なんか、からのところで私がやらせるだけじゃなくて、もう企業すでにやってるんですよ。うちがインターンとしてちゃんとスクラム、スターバックスとか、あと、プロクターリンゲンブルのインターンちゃんとあるんですよ。あれもちゃんと PBL 的にやっていますよって書かれてるんで、もう実として存在してるんです。ただでやってるだけ、やらせてるだけじゃなくて、存在してるので、それに慣れてほしいんです。企業に出る前。ある意味でキャリアデザインの一部としてやってるんです。正直として。なので2割ぐらいがそれちゃんと引っかかってきて、やってくれてるんです。もうプラットフォームをちゃんとまだやってるんです。もうちゃんとこうツールなので、それにスキルですね。スキルちゃんと理解して、スキルをちゃんと得るために頑張ってる。この8週間ぐらい。で、反対側の極端にすると、
やっぱ全くやる気がなくて、逆にあのアンケートのコメントを読むと、ちょっと指示が足りなかったっていうことです。指示足りないんですよ、むしろ。授業の時間があって、その30分、40分ぐらい、このツールをちゃんと説明した上で、じゃあ自分でやってくださいっていうこと。もちろん指示がないんです。指示は自分のチーム作業になってるはずなんで、それでやっぱ直接の指示が欲しい学生がまた2割ぐらいあるっていうことですね。その2割2割の極端ぐらいで、残りがあんまどういう意見もどういうアイデアもなくて、あの経験ほとんどゼロの状態で出てきているのが事実なんですね。日本でやってる PBL は開発体験だけで、はい、何のアウトプットもないのが多いかなと。頑張ってるところは頑張ってますけど、それは伝わってないです。ちょっと割り込んで申し訳ないですけど、今やってるのが、あの、企業体験、インタープラネシップっていうのが企業体験をやってるんで、そういう体験っていうキーワードになってます。もう一つが、あの、PBL っていうのが、あの、括弧の中で、職場演習って書いてあります。なので、演習の状態になってるはずなんですよ。そこで結構ずれ違いがあるんだけど、それに気づいてない学生が結構いるんじゃないかということですね。はい。あとは、まあ、学生の話は別にスクラムあたりに行って、あの、もううちではプランニングゲームやらないんですよ。でその代わり CCPM、TOC のテオリーオブコンストレインズの、はい、あのクリティカルチェーンプログラムプロジェクトマネジメント、まあプロジェクトマネジメントのツールをそのまま使う CCPM の、はい、やっぱバッファー管理なんですよ。はい、あのだから1、2、3、5、8って5のやつで、じゃあ5と8はの差は大きいし、それ以上なんてのはもう全然説明できない数字ですよね。結局その中から自分でバッファーとモードどのぐらいなのかっていうのを決めて CCPM に持っていくっていうことをうちではやって、まあ、参考は、はい、確かあのプロジェクト、私だけのあの個人的なチームかもしれないですけど、プロジェクトマネジメント PBL って自分は次世代なんですね。まあ、そのものにすると、やっぱ、あの時間管理だけになって、スケジュール管理だけになってしまうんで、それから次世代にすると、やっぱ、スクラムか PBL とかのプロセスが次世代になってるんです。こう次世代の、どういう、こう次世代になったっていう、どういう特徴があるかっていう聞いてみますと、やっぱ見積もりゲームです。っていうのが、グループが、本当に、あの、more than some of its parts というんじゃないですかね。こう、ちゃんと部品を組み合わせることで、部品のこの和だけじゃなくて、和プラス 10%、プラス 20% ぐらいの、あの追加値が出ている数っていうのが結構あるんじゃないかっていう特徴として、それ一つで、あともう一つがやっぱ最近結構世界が複雑になってきているんで、物もたくさんある、技術もたくさんある、何がどうかやる、もう迷うんですね、学生が本当に迷うので、今の世界の複雑性との戦うための技術にもなっているはずかと私が思っていますっていうのが、あの複雑な世界の中でピンポイントのところを見つけて、そのピンポイントのところだけで頑張るっていうのが非常に価値があるんじゃないかということを今考えて、まあ、とにかく今経営学部なので、実際の経営者を作るっていうか、我々が作っているはずなんで、そこで非常にこの2つ、あの2つですね、水盛りゲームというか、ちゃんとチーム化ですね、チーム化の技術と、あのプロブレムに気づく技術、その2つぐらいがなきゃいけないなと、私が個人的に、教授会の中でそれが結構、あの、アイデアとして挙げたんだけど、このプログラムが結構、みんなが好きでやっぱやりたいっていうのがあるんだけど、水盛りゲームやっぱ学生で複雑だからやめた方がいいんじゃないかって言われています。はい。これ正直なところです。はい。私会社で少なく。でやってます。やられてますね。大学でも PBL を教えるということもやっています。人たちに向けて。はい。で人材を作ってます。そのためなんですよ、はい、正直に。理科大の OB がいっぱい関わってます。はい。で、非常に感じるのはですね、スクラムがうまくいくかどうかっていうのは、やっぱりリズムを持って仕事ができるっていうのが、こう継続的にできるっていうのが、もう唯一無二のノウハウだと思ってます。そうなればうまくいくけど、そうならなきゃうまくいかない。で、大学での PBL っていうと、あまりこう反復が少ないんですよ。少ないんですよ、はい。リズム乗る前に終わってしまうっていうのが、はい、そうです。私自身非常に感じてます。その通りです。
もう一個大きなその今回のテーマであるソフトウェア開発と本来のソフトウェア開発のスクラムと製品開発に行った時に、元々のスクラムをソフトウェアでのスクラムを提唱した人はプロジェクトっていうのは仮定してません、うん、継続的に情報システムをやっていく終わりがない。プロジェクトはその前提条件でちゃんと有期であるとピリオドがあるっていうのがプロジェクトの前提ですけど、はい、スクラムはもともとプロジェクトっていうのは仮定してない方法論です。はい、でも、製品開発っていうと日本であれ世界であれどうやってもやっぱりピリオドっていうのが出てくる。実際の製品開発ではですね、それをどういうふうにするかってことを言わないと、もうソフトウェア開発はプロジェクトだっていう前提の日本では通じる議論になるかもしれないけど、少なくとも日本以外では通じないです。なんでちょっともしスクラムをその、製品開発でやるっていう時にはそのプロジェクトっていうものを前提としないっていうなんか要素を入れないとですね、多分議論にならないと、少なくともアメリカではならないと思います。そうですね、はい、まあ、それはそうかと思います。まず人材の話から入ると、うちがキャリアデザイン1年生でキャリアデザインをやっていて全く分からないです。何度もやってるものかというPDCA サイクルですね。少なくともビジネスの概念が出てきてその終わっちゃう。なので全く理解していない状態で終わっちゃうんで、で、ビビル2年生から入っている状態なんですね。で、これ一応結構一般的にやってるんだけど、2年で終わっちゃうんで、確かその通りです。もう気づいてないっていうか、まあ一部で気づいたかもしれないけど、気づいたとしても3年生になった時に、まあ、気づかないっていうのが結構問題であるかと思ってます。BOD をちゃんと決めるっていうのも、全くそういうのを、はい、リズムを作り出すために必要だっていうふうにした方が。その解決方法あるかと聞かれますと、あると私が思っています。どういう方法ですか？ソフトウェア結構やりやすいんです。ソフトウェアやりやすいから、そういう方法全員やってる。何をやってるかって、例えばウェブページとか作ってる、ウェブアプリケーションとか作ってる時に、どっかにプロフェッショナルが、企業からプロフェッショナルが動画ぐらいでもいいんですよ。動画を通してなんかアドバイスをあげる。か、文句言うとかいうようなこの場面を作る。っていうのが普通にあるんです。ソフトウェア私の経験で言うと結構あります。そういうのが。だから一般的な何でもかんでものプロダクトにしてしまうと、専門者としては誰が良かったのか分からなくなってしまうんで、結構問題ですね。だからもし今の状態を改善しようと思ったら、少なくともそういうのがあるかと。それ、何で似てるかというと、例えば最近展示会で3分で分かるっていうのがあるんじゃない？最近。昔なんか2時間1回しか出なかったものが3分で分かるっていうのが最近出てくるんで、そういうのを作らなきゃいけないかと私は思ってます。専門書を企業からもう一瞬だけ の付き合いでもいいんで、一瞬だけ付き合ってアドバイス、学生がアドバイスをもらうっていうような、その接続を作るのが多分ありじゃないかと私は思います。一応、来年とか少しそういうのがいるよかっていうのは意見があるんで、それ、これで、あとプロジェクトとかにしますと、少し別分になります。スタートアップ的な技術として、日本はもちろんないんです、まだ。ないんだけど、海外、アメリカ、少なくともアメリカにすると、すでにある。何があるかと、スタートアップを一人一人の単位で、盛り上げるというか立ち上げるんじゃなくて、立ち上げた後につなげ、グラフでつなげるっていうのがすでにある。で、グラフでつなげたことで、またウィズドムオブクラウドですね。この Y より上回るんですね、価値が。そういうのがすでにあるんで、そういうような形に多分しないと、あれ、いつもは組織として、チームとしてのスタートアップとかいう意味じゃなくて、はい、成果物プロダクトその意義はないですよってことを言ってます。あ、まあ、それはそうかもしれないですね。はい、ありがとうございました。では、ご発表ありがとうございました。